みなさんこんにちは、社長です。今回は以前もご紹介していた生成速度が爆速になる TensorRT について動きがございましたのでお知らせします。どうやら新しいグラフィックドライバーリリースに伴い、なんと NVIDIA さんが WebUI の拡張機能を提供してくださっています。今回の動画を最後までご覧いただくと、このような感じで生成ができるようになります。あとローラとかもね、一応動作する模様ですね。それでは早速こちらが動作する環境を構築します。といっても若干実験的な環境となりますので、環境構築については各自アットオンリスクということでご理解いただけましたら幸いです。なんとエラーとかも出てたりします。はい、まずはグラフィックドライバーを最新化しておきます。こちらの手順については割愛させていただきます。2023年10月19日現時点ではこちらが最新となります。少し前のバージョンではハードを損傷させるレベルの不具合があるとかないとか騒いでいましたが、落ち着いてくれていたらいいんですけどね。さて、ドライバーの更新が終わりましたら、いつも通り環境を分けてステーブルディフュージョンの環境を作成していきます。今回もステビリティマトリックスで構築してみました。必ずなんちゃは最新版にしてからパッケージのインストールを行いましょう。パッケージアイコンをクリックし、画面下部よりアドパッケージをクリックします。適当な名前に書き換えてインストールですね。パッケージのインストールが終了したら UI を起動せずにターミナルを開きます。必ず起動前に行っておいてください。インストールを行ったパッケージホルダーに C2 し、仮想環境に移行します。念のためこちらのコマンドでインストーラーを更新しておきます。次に拡張機能で利用するサブライブラリプロトバフの古いバージョンを下記のようなコマンドで先にインストールしておきます。こちら拡張機能インストール時に最新版が入ってしまい、 TensorRT がうまく動作しなくなるための対策となります。依存関係というやつですね。なんちゃを利用せずリポジトリを直接入手しても同じエラーが出ていました。次になんちゃに戻り、起動オプション系を全て無効にしておきます。ここまでで下準備は完了です。あとはいつも通り UI を起動し、概要欄のリンク先の GitHub ページ、こちらを入力し、インストールボタンを押します。3分程度待たされましたが、無事インストールできました。あとはいつも通り、Check for Updates、Apply and Quit ですね。再びラウンジボタンで UI を起動します。成功すると、TensorRT タブがこのように表示されます。こちらをクリックします。前回と同じように、TensorRT 環境では、チェックポイントの変換が必要となります。変換を行いたいモデルを選択し、ひとまずプリセットデフォルトのまま下のエクスポートデフォルトエンジンをクリックします。ログにセーブエンジン2と出れば無事変換完了です。次にセッティングスタブユーザーインターフェースをクリックし、クイックセッティングスを適切に設定します。こちらの SD ユニットを追加します。あとはお好みです。アプライセッティングスリロード UI ボタンを押します。成功すると SD ユネットタブが追加され、変換された TensorRT 用のモデル TRT が表示されていますね。これで爆速環境構築は完了しました。生成テストを行ってみます。やばいですよね、早すぎなんですよね。それで先ほど指定したデフォルトでは小さめの限られた解像度でしか出力できませんので、再び TensorRT タブよりプリセット512×512などを選択し、下のアドバンスドセッティングスを開きます。ユーザースタティックシーツですかねのチェックを外すと、このように設定が表示されますので、生成環境に応じた解像度を入力します。この辺りの設定項目は前回と同じなのですが、今回の拡張機能ではアウトオブメモリ状態になってもなんとか大きめの解像度で TRT を作ってくれる模様で、 VRAM 10GB でこれくらいの設定でも問題なく変換できました。768×768 のハイレゾスケール2倍が狙える数字ですよね。この MAX8 min wise の数字までの画像ならハイレゾ機能も利用可能になります。また TensorRT ローラタブではモデルと同様にローエラーの変換が行えます。ちょっと面倒なのですが、利用したいモデルに合わせて別々に用意する必要がありそうです。 Convert to TensorRT ボタンで変換完了です。利用するときは、ついで指定したモデルに合わせ、変換したローラーを指定することで利用できます。が、これ強度の設定とかどうするんでしょうね。ローラマージとかで濃度を薄めるとか、やり方があるのかもしれません。どなたかご存知でしたらコメントで教えてください。はい、簡単ですが今回は以上となります。
2回目の起動後に CUDNL 周りでエラーが出たり、コントロールネットに対応していなかったりしていますので、まだまだこれからという感じでしょうか。初期 CC2 にコントロールネットとかを利用しないようなシーンでは威力を発揮しそうですよね。この場合は今ですとフラッシュ、アテンション2とかがトレンドなんでしょうか。 X フォーマーズはさらに高速化できたりしますよね。今後もダゾン生成関連に動きがございましたら、こちらのチャンネルでご紹介させていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン引き続きよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。所長でした。バイバイ。